ハニオンベリーのウクレレドキ。この番組は豊作プロジェクトの公演でお届けします。ハニオンベリーウクレレドキ。ハニオンベリー心にまっすぐ。ハニオンベリーコマラジ。ハニオンベリー皆さんこんにちは。ハニオンベリーのゆりです。かなです。毎週火曜日16時から17時55分まではハニオンベリーのウクレレ時、たっぷり生放送でお楽しみいただきたいと思います。はい、今日は8月24日。はい、はい、先週はねリモートで、私たちスタジオに伊豆して、はい、自宅から、はい、放送しましたね。お届けしたんですが、今日はスタジオにおります。はい、帰ってまいりました。いいねやっぱりスタジオはそうですね、いいですね、うん、安心安心。もう8月も24日ですから、ね、そろそろ夏休みが終わるということで、ね、宿題終わってんのみんな焦っている方もいらっしゃるかもしれませんが、ね、まだ私この時期あったかもしれない、うん、宿題残ってる泣いてやってたかも。そうかしら、うん、私たちのねカモンレコーズ企画の CD のリリース日が近づいてまいりまして、はいはい、来月の9月の5日リリースなんですが、その CD ももう事務所の方に届いたみたいですね。そうなんですよ、はい、あのカモンレコーズ代表のね、うん、はい、秋田さんのオフィスに届いたというねお知らせが来ました。来ました、ね、いや間に合ってよかった。間に合ってよかったね本当になんかいろいろありましたけれども、ね、そうですね、なんとか9月5日にいろいろと間に合います。配信もね、配信もできそうですね。はい、はい、楽しみです、ね、もうすぐ皆様のお手元に届くかと思います、うん、はい、楽しみにしていてください、はい、それでは今日もメッセージの送り方からご案内させていただきます。はい、お願いします。メールを送りいただく場合にはtuesday@komae.fm tuesday@komae.fm、メールタイトルには番組名のウクレレドキと書いてください。本文にはラジオネームもお忘れなくお書きください。フェイスブックをされている皆様は私たちあのゆりかなどちらかにメッセンジャーで送っていただいても大丈夫です。あと郵便でねお送りいただく今日郵便箱チェックした。見ました、ありがとうございます、うん、はい、おはがきもねお待ちしております。おはがきの送り先です。郵便番号 201-0012 狛江市中泉1丁目 2-6コマラジスイートタイムパラダイスハニオンベリーのウクレレ時係までよろしくお願いいたします。はい、お待ちしております。さっきブルーインパルス見た、うん、あブルーインパルス私はね移動中で今日見られなかったのかなちゃん見たんだよね。私は多摩川の橋から見ましたよ、はい、今日は大興奮ね、ちょっと雲がそうなんですよ、ね、今日も雲があったので、はい、私も動画をかなちゃんに見せてもらったら、はいはい、ちょっとなんか竜が飛んでいってるように見えました。そうそうそう、すごくあの何、うん、スモークが長く今日は出てました、ね、そうだよね、うんうん、そうでした。さあ今日からパラリンピックも始まりますので、はい、始まりますね、はい、ウクレレ時も始まりましょうかはい、それでは今日もギフトボックスのコーナーから参りたいと思います。しょうちゃんよろしく。ハニオンベリーのギフトボックス。このコーナーではハニベリの2人が今あなたに伝えたいことをゲストをお迎えしてお届けいたします。本日のゲストはカモンレコーズ企画カバーズ&カラーズ2021にご参加いただきましたアーティストのエヴァさんとユーリさんです。こんにちは。どうもこんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。いいですねこう4人いるとなんか、うん、楽しい楽しい、ね、楽しいですね、はい、あのエヴァさんには2度目にご登場いただいているんですが、はい、前回リモートだったので ね今日やっとスタジオに入っていただきました。すごく感動です。どうこの感じ。いやもうとにかく楽しい楽しいわけでよかったね。よかったです。よかったです。はい。では、まずは、はい、お二人に簡単に自己紹介をお願いしたいと思うんですが、はい、エヴァさんからお願いいたします。はい。エヴァです。小学校教員をしながら、うんうん、オリジナルやジャズを歌っています。よろしくお願いします。はい。お願いします。では、ゆりさん、お願いいたします。はい、どうもゆりです。
生まれはクラシック、育ちはロック、奏でるお子はアタコースティックをキャッチコピーにですね、アコギ弾き語りで普段ライブハウス中心に活動しています。普段使ってるキャッチコピーなのに噛みました。ゆりです、よろしくお願いします。もうやだな、もうやだゆりさん。そこがとっても可愛いですね。ゆりさんね、なんか可愛いんだよね。今日はですね、あのお二人は今回カモンレコーズ企画に参加していただいたきっかけがね、音楽プロデューサー、総合プロデューサーの川上二郎先生からのつながりで、はい、二郎先生の生徒さんなんですよね、二人ね。そうなんです、うん、まあ私も生徒だけど、もちろんもちろん、あの私たちもちろん生徒なんですが、ね、お二人がね、そうそうそう、生徒さんということで、はい、今日ね、二郎先生から、はい、メッセージが届いてるので、まずはご紹介して、これ本番ギリギリに来ましたよ、15時54分、はい、うん、じゃあ、はい、じゃあヨナちゃん気がついて、カナちゃん、じゃあ、 じゃあゆっくり読んであげてください。はい、こんにちは、今日は二人がお世話になります。二人へのメッセージですということで届きました。はい、エヴァちゃん、ユーリ君、ご出演おめでとう。今回こうして2人をアルバムに誘って参加してもらえて本当に嬉しいです。教え子かっこ子という年齢ではないがかっこ閉じのオリジナルに触れていると、いつもこんなにいい音楽をライブだけに止めておくのはもったいないといつも考えます。こうして世の中にリリースし、全くの知らない人に自分の音楽を聴いてもらえるということは、とてもかけがえのない宝物と思うのです。その宝物を世に出すお手伝いをさせてもらうということは、これまた光栄なことで、とても嬉しく思います。小さな一歩だけど、これはガガーリン並みに大きな一歩なのです。外に飛び出す勇気、それは人生に新たな一色が加わることなのです。これからもたくさんのいい曲作って、世の中に同世代に希望と楽しさを見せびらかしてください。これからもよろしくね。と来ております。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、先生ありがとうございます。ありがとうございます。ただこんな初っ端にこんな泣かせるメッセージがないけど、この後どうしたらいいんですか、1時間大丈夫ですよ、いやもう教え子ですよ、教え子ですよね、もう大師匠です、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいね、本当ですね。あの今回あの二郎先生からこのレコーディングのことをねお二人にあの伝えていただいた時って、はい、どんな風に思われましたか。まずエヴァさんから。私は結構久しぶりの連絡で、びっくりした、びっくりした、びっくりしたし、はい、本当になんか私の曲をが作っていたということも知らないのに連絡をしてくる、その、二郎先生のなんていうかそうなんって思ったんじゃないか、人通力なんだろう、なんだろうね。でもなんかこうちょっとやはりそこに行くためのちょっと助走的なものが私たちとの絡みであったじゃないですか。ありましたね、あのきっかけはやっぱりキーちゃん、キーちゃんなんですよね。そうなんでしょうね、本当に、そこにちょっとワンクッションあったじゃないですか、あのチケットどうしようみたいなね、そうそう、でもまあそこで久しぶりだなって、終わると思いきやっていうね、なんかそういうきっかけっていうか、そういうきっかけがポンと生まれる、あの二郎先生の凄さ、ここへ持ってく凄さ、ね、フォースみたいな、やっぱりスターボード好きですもんね、やっぱり、すごいと思います。そのね、今回あの最初のきっかけっていうのは、はい、あの氷川きよしさんのコンサートのチケットが余ってというか、ね、行けなくなっちゃった方がいて、どなたか行ってくれませんかっていうところから、二郎先生がエヴァちゃんに声をかけてくれた、それが最初のきっかけだったんですけど、そうなんですよね、でもそれだけで終わらないっていうのがやっぱり二郎さんのすごいところだよ ね、だからそれだってかなりの年数経ってのお久しぶりな感じのメッセージだったわけですよね。本当に、ね、20代ですよ20年経ってますよ、ね、すごいですね、時空を超えてます、そうなんだ、ね、まさにスターボーズ。でも二郎先生はエヴァさんの結婚式にも、そうです、出られてらっしゃるという、ね、中ですから ね、でもそれでも少し期間があったわけですね。だいぶとそれも、そうね、それも十何年かぐらい、そのタイミングも本当にもね、すごい、私たちもねこんなご縁をいただきまして、そう、でも声をかけられた時は、ちょっとどうしようってちょっと一歩踏み出せない何かがあったんですよ、やっぱりそれは自分の自信とか、
いや本当にいいのかなとかだけど、今のメッセージ聞いて、はい、本当にやってよかったと思いました。よかった。もうそれを分かっていらっしゃるんだということが、そうだよね、歌を聞かずとも、うん、本当だよね。うなるな、いけない、最初から最初からしみじみしちゃった、しみじみしちゃう。はい、ではゆうりさんは次郎さんからこのレコーディングの話を、ね、された時ってどんな風に思われましたか。どんな風と言っても本当レッスンの時だったかで、うん、はい、あのこういう企画があるけどどうするって言うけど、ポンと急に言われて、はいはい、CD ってずっと興味があったので、はいはい、もう本当にライブハウスで生でやるだけだったので、はい、あ、じゃあもうやってみますみたいな、もう本当になんか一応ちょっと考える時間はもらえましたけども、はい、だってただあれですもん、締め切りギリギリに言われてそうだったんだ、ね、確かにそうかもしれない。あの駆け込みで入ってくださってるから、うんうん、あの次郎さんはこう、うん、もう少しお誘いしなきゃっていうところでこう2人にね、うんうんうん、白羽の矢がそうですね。でもユニさん、それまでは CD ご自分で作ったりっていうのはされてなかったわけですね。ずっと興味あって、うん、で機材とかも家で揃えたりしながらやってなかったところを、はいはいはい、うんうん、まあ、やらないのって、まあ、ずっと次郎先生から言われていて、で、まあ、一度あの次郎先生にあのレコーディングしてもらったデータもあるんですけど、まだちょっとそれちゃんとディスク化してなくて、もうこれを機にじゃあ1曲目出たし、これも出していかないとなとか思ってますけどね。そうですね、なるほど。じゃあ息かけになったわけですね、はい、今回のがこれをきっかけにどん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 音源を作っていかなければいけないのかなと、うん、ラジオでこんなこと言っちゃうと自分が休めてる、いやいやいや、あのいいことです ねだっておゆりさんち たくさんいろんな機材が終わりなのを知ってますから、ね、私どもそうですね、会議で見られてますから、はいはい、そうそうそう、いつもねズームでオンライン会議するとゆりさんのお部屋が映っててすごいのよ ね機材がね、もう座ってる自分の周りがすごいんだよね、うん、そうスタジオかなここっていう感じ、実質ですか、うん、っていうね、そうちゃんと防音なんだよ ねすごい羨ましい、ねえ、本当楽曲たくさん作っていかないといけないところですよね。はいはい、頑張ります。ね、頑張ってください、うん、じゃあ楽曲のお話をね、まずエヴァちゃんから振り返っていきたいと思うんですが、はい、まず今日ねかけさせていただく大丈夫、はい、この曲は作られたのはいつ頃だったんですか。作られた、うん、作られた経験が2017年の、はい、2017年ベトナムホーチミンに旅をした時に出会った人たちに、うんうんうん、すごくメッセージをもらって、その方たちが、はい、まあ、ベトナム語はわからないんですけれども、うん、私が何か怖がっていると大丈夫って言ってくれたんですね。それでベトナムの、ジャズバーみたいなとこがあって、はいはい、そこでなんか歌うはしてくれるというので、うん、もうすごいビクビクだったんですけど、はいはい、僕の目を見て、うん、大丈夫って言ってくれて、もうね、その大丈夫って言葉の、うんうん、素晴らしさ、はい、これを歌にしてみたいと思い、もうホーチミンでバーッとヒントの言葉を書いて、うんうんうん、日本に帰ってからメロディーにして、うん、なんか少しずつ温めたらできました、あのレコーディングしてる時もね、すごくそういうお話も出てたじゃないですか、うん、この曲の成り立ちで、うん、あの旅に出た時のこの気持ちでここは歌いたいとか、うんうん、そういうのをエヴァちゃんがちゃんと決めてレコーディングに来てたのが私すごい感動的だったんですよ、うん、こうヘッドホンで聞きながら、はいはい、うん、そうそう、 YouTube はこの CD の前に、まあ、配信、うん、あのビデオ、うん、映像を撮るの得意なお友達に作ってもらった時に、はい、私もなんか自分が撮った写真を見せて、はい、この情景をぜひ絶対使ってほしいとか、やっぱりこう景色が必ずあるんですよね、はい、レコーディングする時も、その音外すとか歌詞がどうとか考えるとうまくいかないんですけど、その時の写真とか情景を想像すると、なんかこう、うまく表現できるって、いや本当いろんな発見を旅でもらったっていうのが、そうなんですね。それでは早速お聞きいただきたいと思います、はい、まだリリース日前ですので、はい、今日初ですね、オンエアという形になりますね、はいはい、ではエヴァさんで大丈夫。
届けしましたのはエヴァさんで大丈夫でした。大丈夫って聞こえた？そう聞こえた皆さん。ね、あれレコーディングの日にちょっと大丈夫って言ってもいいですか ね、あんな可愛い大丈夫私言えるんだって思いました。言えるわよ、素敵でしたよ、ありがとうございます、ね、ちゃんと聞こえたかな、ささやいたやつ、ささやいたやつ ね、それではメッセージご紹介させていただきましょう、はい、ラジオネームしほさんからいただきました、はい、ゆりちゃん、かなちゃん、こんにちは。こんにちは。エヴァちゃん、ゆうりさん、ラジオ出演、そして CD リリース、おめでとうございます。ありがとうございます。今日はいろんなお話聞けるかしら、楽しみです。レコ発ライブでお会いできるのを楽しみにしています。盛り上がりましょうね。といただきました。はい、ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。あともう一つご紹介しますね。はい、今日ねたくさん来てるので。はい、ラジオネーム、あめちゃんからいただきました。はい、ハニベリのゆりさん、かなさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつも楽しい盛りだくさんな放送ありがとうございます。エヴァさん、ゆりさん、ウクレレ時ご出演おめでとうございます。ありがとうございます。エヴァさんの大丈夫にレコーディング前の不安な時どれだけ励まされたことか、うん、きっとこれからもへこんだ時エヴァさんの大丈夫が頭の中でループすると思います。そしてゆうりさんのポケットの中の街のお話、どんなお話が聞けるのかとっても楽しみです。お二人の曲が流れたらうるっときちゃうだろうなということで、あめちゃんいつもありがとうございます、はい、そのあめちゃんからですね、はい、今またあのメッセージ来ましたよ、はいはい、曲のエピソードを聞いてからだとさらに来ますね、はい、涙、はい、ありがとうございます。大丈夫聞こえました。来ましたよ。電話で大丈夫って言います。目覚まし時計に入れてあげてください。入れてあげて、毎朝ね、エヴァちゃんの大丈夫起きてみたいな大丈夫とか言われたりして、いろんなパターンで、そうそうそう、ね、いいかもよそれ。本当にやっぱり、ね、いい曲のできたエピソードを聞いてから聞くっていうのが、はい、うんうん、いいですよね。そう、うん、なんかね、やっぱね、オリジナルはいいね、うん、なんかオリジナル推しになっちゃうけれども、ね、やっぱね、うんうんうん、あの書くことを皆様おすすめします、うん、そうですね、本当に、うん、試しに書いてみてください。はい、アメちゃん書いてみて、うん、言ったでしょこの間カモンレコーズの企画だとはい、はい、その曲を作る時にも、プロデューサーの皆様にもお力も借りられたりするしね、特に今日のエヴァちゃん、ゆうりさんは、うん、あの川上二郎先生のボイトレのレッスンにも通われてますけども、はい、そのレッスンの中でもね、やっぱり曲作りのこともレッスンとして教えていただけますもんね、うん、そうですね、うん、教わってますね、うん、そうだよね、私たちもね、あのここまでできてるんですけど最後の締めがみたいなところで持ってた時にお任せくださいって言って本当にあのそのなんて言うんでしょうね、うん、そのアドバイスでかなり変わるんです、やっぱり、ね、二郎先生のすごいところって、うん、その、まあ、もちろん技能的な面も、うん、はいはい、ね、第一線で歌われてた方だけど、うん、はいはい、やっぱりなんか その人をどういう風にピラッと光らせるかってことをすごく分かっている。 それを歌を通してどうやって発声すればいいかとかを言ってくれる、うんうん、そうそう、すごいと思う。そのなんかプロデューサー力だよね。そう、うん、ね、だってもう見透かされるもん、なんかもう今こう思ってたでしょその通りですみたいな、ね、本当にそうだよ ね、あ、もう一つメッセージご紹介させていただきましょう、はい、お願いします、コマラジサポーターでもありますひろめさんからいただいております。 ありがとうございます。ゆりちゃん、かなちゃん、こんにちは。こんにちは。コマラジサポーターのひろめです。いつも楽しいお話ありがとうございます。今日はカバーズ&カラーズ2021でご一緒させていただいたゆうりさんとエヴァさんがご出演、うん、お二人ともコマラジへようこそ。ひろめさんのパイセンなんで、で結構いっぱい出てるのでね。そうなんですよね、はいはい、音楽の先生という共通点から、はいはい、どんなエピソードが飛び出すか楽しみにしています、うん、といただきました、はい、そう、今日ね、あのお二人とも音楽の先生なんですよね。ね、びっくりした、初めて会った時、うん、そうよね、私と同じような生き方してる人がいるんだと思って、そうですよね、うん、
確かに意外とそんな身近で出会えないかもしれない、うんはいうん、そうです ね、 あとそのあの音楽の先生やってる人ってあんまりライブハウスとか出るような人がいないので、うん、そうなんだ、ね、すごいシンパシーがあーシンパシーがねそうかそうかそうなんだあそうなんだら波動も合うみたいな、なるほどねでもね、ゆうりさんゆうりさんみたいな音楽の先生か、うん、私の例えば先生で、うん、先生もライブハウスで、ね、あのやってるとか聞くともう興味津々だと思うんですけど、うん、私もそうだと思います。学生たちは、うんね、どうですか。 あまり行ってないので、うん、そうかいやだって普段ライブハウスでお酒飲みながら歌ってますとか、うん、なかなかほら生徒相手に言えないじゃないですか。そうね、確かにそう ね、 そうね、ライブハウスおいでともなかなかね、うん、まだね、まだちょっと言えない微妙な年齢だしからね、うん、歌ってって言われると、うん、あじゃあ、うん、あのチケット代よこせみたいなこと言っちゃうじゃないですか。さすがにそれまずいのでそうね、確かにそうだわ、うん、そうだわ、うん、そこがちょっと難しいところではあるよね。でもねやっぱりさ、うんあのうん、ライブハウスでやりたいななんて言っている、ねうん、子供たちだったりもするわけで、うんうん、なんかこうちょっと微笑ましく見たりもするわけじゃないですか、うんですね、それのアドバイスはしたりしますね、うんうん、そうなのね、いいねいいね、エヴァちゃんの場合は、はい、学校でもこういう音楽活動をしていることは他の先生たちも知ってらっしゃるんですよね。中のでも割と知っていらっしゃいますし、うんうんうんまあ、卒業した中学生が、はいはい、私を YouTube で見つけたって言って、なるほどすごい応援してますとか、すごく喜んでくれて、いやもう憧れると思う、うん、私ちょっとこう、うんそういうことをやっぱり先生ってこういうもんであってほしいっていうのがあるのかなと思ったけど、うん、あいいんだ私はこういう私らしくこうやってやってる方が子供がすごく喜んでくれるし、みんながこう何かな、うん、希望になれるというかね、うんうんうん、いいんだってそうですよ思ったら、うん、先生がちょっとね先生じゃない別の顔を見た時に生徒たちはもうワクワクしちゃいますから、そうよね先生この間 YouTube で見たとか言われちゃうでしょ、うん、いやちっちゃい声で言うんですね、そうちっちゃい声でしたよみたいなささやいてくる、なぜってありがとうっていう、ね、もしかしたらね今教え子さんが将来こうやっぱり先生になりたいなって思ってる子がいたとして、うん、でその子が音楽好きだったら一個にしなくても先生が学校の先生もしてるけど音楽もやってるっていうのをね、うん、知ってたら、うんうん、両方やっていけるわけじゃないですか、うん、なんかそれってすごくいいことだなと、ね、背中を見せてあげて、うん、もうエヴァちゃんがねいいことだなと、そうなんかいろんな生き方があるんだよっていうことを、うんうん、なんかいっぱい知ってほしいって、私がそれをやってしまえばいいんだって、うんうんうん、切り替えた時からいろんなことが、うんうん、なんかそうしようかなって思った時に二郎先生からも連絡くださったので、うん、一つじゃなきゃいけないわけないもんね、本当に本当に、うん、だってね私たちってこんなことになるなんてですよねそうですよね、はい、本当ですよ、本当に、はい、そうですね、うん、そうそうそう、だからいくつになってもね、うん、本当に夢はね、はい、持ってるといろいろとかなっていきます、はい、面白いものです、面白いですね、はい、うん、さあじゃあ、ゆうりさんにもちょっと曲作りのこと、今回の楽曲のことを聞いていきたいと思うんですが、はい、この曲が生まれたのはいつ頃でしたか。実際いつ作ったかちゃんと覚えてなくて、うん、去年か一昨年かぐらいには書いてたんですけど、はいはい、でもね、うん、今回じゃあこの曲で参加しようっていう、まあ、たくさんあったと思うんですけども、はい、これにしようって思ったきっかけは何ですか。まあ、一番なんかこう人気のある曲なのでライブハウスでやってて、なるほどね、で実際なんかあの発売時期が9月ぐらいってことだから、はい、秋の風景ちょっと意識しては作ってた曲だったので、なるほど、この時期だったらこれだな、多分冬だったらまた別の曲入れてたんですけど、うん、なるほど、ちゃんとそこも考えて選曲してくれてたのね、うん、ゆりさん実はさすがです、いいな、いっぱいあるといいですね選べ、ストックあるといいな私たちストックないからね、ないからね、もう都度終われなくちゃいけないから、二郎先生にもいつもね、どれにしますって選ばせてって言われてね、そのぐらい持っていらっしゃいみたいな、はいみたいな
じゃあゆりさんは曲作りをするときっていうのは結構その季節感とかもこだわりながら作ったりなさってるのかしら。いやそれしたいなと思って作ってて、うん、作りやすい季節があるので、うん、だって秋冬なんですよ、うん、夏の曲が全然なくて夏になると歌う曲がなくなるんですよ、うん、これはまた中部と逆そうだね、中部は夏だもんね。ゆうりさんはじゃあ秋冬の曲が作りやすい。秋 秋冬コレクションなわけですね。なるほど、なるほど、そうなんですね。じゃあまだまだねお話を伺っていきますが、はい、ここで道路交通情報をお届けしましょうか。はい、お願いします。はい、いけるかな。はい、はい、それでは狛江市周辺の道路交通情報をお伝えしたいと思います。こちらはですね16時20分現在の情報となっております。狛江通りの内回り外回りともに順調に流れています。武蔵野狛江線は上り下りそして東行き西行きともに順調に流れております。世田谷通りは上り、世田谷2丁目付近は 0.3 キロの渋滞、世田谷区上大賀6丁目付近は 1.8 キロの渋滞となっています。世田谷通り下りは三本杉立橋付近で渋滞 0.5 キロ、東京農大前付近で渋滞 0.8 キロ、三軒茶屋付近で渋滞 0.3 キロとなっております。この情報はアティスの提供でお送りいたしました。引き続き安全運転でよろしくお願いいたします。狛江市周辺の道路交通情報でした。さあ引き続き、はい、エヴァさんとゆりさんにお話を伺っていきたいと思います。はい、ではメッセージまた届いております、はい、ご紹介させていただきましょう。はい、お願いします。ラジオネームしゅうこさんからいただきました。ゆりさん、かなさん、こんにちは。こんにちは。ゆりさん、エヴァさん、ラジオ出演おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆりさんとはアーティスト写真の撮影会で、エヴァさんとはエヴァさんのレコーディングの時に見学にお邪魔させていただき、はい、お会いすることができました。はい、そうでしたね。お二人ともとても素敵で楽しい時間を過ごさせていただきました、うん、CD でご一緒させていただけてとても嬉しいです。発売日が待ち遠しいですね。ですね。うん、この番組をリアルタイムで聞くことができないので、後ほどアーカイブでゆっくり聞かせていただきますということでした。しゅうこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しい。あのレーベルメイトの皆様が続々とメッセージを送ってくださっております。あのカモンレコーズ企画は昨年のね、ウクレレカバーズ2020もそうだったんですけど、はい、参加者の皆さんでいろんなコミュニケーションが生まれてね、うんうん、本当にレーベルメイトっていうなんかこう一期二期みたいな感じでなんて言うんだろう、すごくつながりが生まれるんですよね。そうですね。うん、だから今回もあのもちろん同じ川上二郎先生のスクールに行っていたけれども、今回のレコーディングするまではエヴァさんとゆりさんは面識とかはなかったわけですよね。全くです ね、うん、だからその面識も今回のレコーディング企画で生まれたり、そうですね、うん、あとは他のねレーベルメイトの参加者の皆様といろんな交流が持てたり楽しいですよ ね、 ね、うん、私ゆりさんは1回ぐらい、ね、すれ違ったことがあるかもしれないですね、あのバズーカで。あ、そうでしたっけ。多分、うん、おそらく初めてお会いしたのが、うん、ほらあの夜音の時で、そうです、はいはいはい、私たちにはその前、はい、2019年の9月の夜音カモンというつながりがありましたね。その説はご参加いただいてありがとうございました。もう夢のようなステージでしたよね。本当ですね、うん、そうだ、ね、でだからその後、うん、だそこでお見かけしてたので、うんうんうん、あの知ってたんです、うん、でたまたまなんかレッスン の、ね、あの前後で多分一緒で、うん、であどうもこんにちはぐらいは多分言っていたかなっていう記憶はあるんですけどね。でもこんなにたくさんおしゃべりしたのはあれですよ、やっぱズーム会、ズームのミーティングとか、うん、あとは撮影会、うん、ね、ですね、はい、アーティスト写真の時私あの、ね、アシスタントに行ってたので、そうそうそう大変お世話になりました。かわいいの、もう本当にゆりさんかわいいのよね、本当かわいいの、もうねカラ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 って、ね、いっぱいねお衣装入れてきてねいっぱいお着替えしてね、もう手伝っちゃったおばちゃんこうやって
エリガーって言われてますからね。髪こっちこっちみたいな、うん、直して、ね、撮影会の時っていつも思うんだけど、うん、はい、カメラマンさんの他に絶対ねアシスタントの人がいた方がいいんですよ。そう絶対だ方がいい、ね、ほんのちょっとのその前髪の流れ方とかね、ちょっと顔にかかってるこの髪の毛の感じとか 2,3 本がね最終的に、ね、そう気になるみたいなね。そうなの、だからあのアシスタントの方っていうのはあのプロじゃなくてもね、うん、誰かが、うん、あのそれを見守ってるって大切なんだよね。ちょっと遠目で見た感じのやつがね、うん、なんかスカートの裾とかね、うん、なんかあめくれてたよみたいなね、後からねあるから、そういうのをこう総合的にカメラマン以外の人が見てた方が、ね、うん、大切なのよね。そういいなと思って、私はその係だったわけですよ、うん、あの日は、ね、あとポーズ取った後に自分で直せないですからね、うん、そうそうそう、そのままでみたいな話になってくると、うんうん、スカートの裾めくれてるんだけど直せないみたいな、誰かが直さなくちゃっていうね。そうそうそう、カメラマンさんやっぱり必死なわけで、そうなんですよ、うん、そうそう、うん、なんで私もブラシといろんなものをこうこう持ちながら、うん、ね、ちゃんとかなちゃんねアシスタントを務めてくださってありがとうございました、はい、うん、その時にね、うん、ご一緒だったしゅうこさんからもね、うんうん、先ほどメッセージだったんですけど、メッセージいただきましたね、はい、しゅうこさんもねお着替えして、はい、たくさんのお写真撮ってましたんで、そうだ、まだまだ いっぱい出てくると思いますので、楽しかったですよね、秘蔵写真がいっぱいあるんだね。そうそう、でゆうりさんだってたくさんあるよねまだね、はい、かわいいの、うん、そうそう、選びに選んで1枚出してるから、うんうん、後のやつどう使っていこうかな、いっぱい使って、うん、いいですね、私もフェイスブックで告知するときに、うん、いやもうどれが一番可愛いだろうみたいな自分の写真より悩むっていう、そう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 、ね、うん、そうなのよ、すごいいっぱいあるの可愛いのが、うん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 、楽しみにしててください皆さん、はい、今後のゆりさん、これから少しずつゆりさん出してくださるんじゃないかと思います、はい、じゃあ、 音楽の先生っていう話にちょっと戻っていきたいと思いますが、はい、ゆりさんは音楽その生徒さんたちに教える中で、ま、もともと本当もうクラシックからもうねいろんな音楽を知っているゆりさんではありますが、はいはい、この弾き語りとかを始められるようになってから音楽の先生として教える時にも何か変わりましたか？実際音楽の授業で扱う幅は広げた気がします、うん、自分でも、だから必ずやるようにしてるのが、うん、例えばロックの歴史みたいのやってみて、はい、で社会情勢に対してこうロックが変化してきてるって話した後に、うん、じゃあクラシックではこういう社会情勢でこう音楽変化してきたよっていうと同じじゃんって言って、うん、あー楽しい、そんな音楽の授業いいね、いいね、羨ましいわ、本当だな。エヴァちゃんはどうですか授業をするときとか、私は、あ、その授業の中で自分が何かをしているってことは一切言ってないんだけれども、うんうんうん、やっぱり自分がこう現役で音楽をやってるってことがなんか多分出るんでしょうね、出てくる言葉とか教え方とか、どうしたら楽しいだろうとか、もうとにかくもうなんか私楽しくなければ音楽じゃないっていう目当てなんで、うん、ね、自分の仕事も分かる、はいはい、それちゃんと文章にも書いてるぐらい、はい、で、うん、やっぱりまず楽しいこと、はい、できる喜びとか、もう本当に自分もやっぱりほらやっぱりね、なんかこう自由に表現していいんだよとか、そういうことを自分が身をもって体験しないとやっぱりそれって言葉に乗って伝わらないから、はいはい、そういうのがすごく違うと思います、うん、自分がやってるって大事と思う、うんうん、そういうのにこう気づかせてあげるような、うん、はね、何かこう、うん、こう引っ張る力が先生にはあるんじゃないでしょうか ね、何って具体的に言えないんだけど、はい、やっぱりそれは自分が音楽活動してることだなとしか言えない、うんうん、でもね、思うんだけど、うん、子どもたちにとって先生はやっぱり偉大なわけで、うん、先生の言う一言はすごいわけですよ、やっぱり、うん、そうですね、強烈なわけであって、うん、だからなんかそこに携わっているね、お二人はなんかすごくね、うん、なんかね、すごく影響力があるお二人なんじゃないかなってすごく思います。うん、やっぱ自分らしく生きているってすごく大事だと思う。うんうんうん、そうだね。もう それでですね、あとはもう自分の音楽やったらいいよってスタンスが強くなりましたね。うんうんうん、ね、別に何も脳はないしね。うん、そうだよね。ね、これからねゆうりさんの曲をかけさせていただくんですが、はいはいはい、ゆうりさんは今回この楽曲レコーディングするにあたって、はい、アレンジもご自分でかなりやっていらっしゃいましたよね。そうですね、うん、
ご自宅でもう本当に自分でアレンジしてちゃんと打ち込みもしてきてっていう状態で、はいはい、私レコーディングの時にそれをこうサポートさせていただいた時にね、ゆうりさん本当に何て言うんだろうな、レコーディングのそのソフトに入れるのも実はね、いろんな人ですごく特徴があるんですよ。そうなんだね。そうなんですよ。アレンジされる方でね、同じロジックプロというソフトなのに、アレンジする方で実は使い方が結構違っているの。それでその中でもゆうりさんは本当にしっかりとちゃんとここが A メロで、これがイントロで、ここがアウトロでっていうのを全部ソフト上にも入れてくださっていて、うんうん、機械操作する側にしてはすごく分かりやすいんですよ。分かりやすいんだね。次ここからよって言った時、あ、ここねっていう、すごくありがたいなって思った記憶が。さすがにあれです、他の人にデータ渡すからやっただけで、自分でやってるのはやらないんですよ。さすがに。でもその他の人にやってもらうからって言ってやってくださるところがありがたい。気遣いですよ。それはもう本当にその気遣いがありがたかったんですね。そのね、やってください、ね、誰かが見るであろうということを想定した思いやりだったりもするわけじゃないですか。そうなんですよ。安いようにお渡ししようって。そうですよ。よかった。本当に、このゆうりさんの作り方を、あ、これ学ばなきゃと思ったんです、これはやっぱり他のねオペレーションする人にとっていいなって思ったので、勉強になりました。ありがとうございます。それではお聞きいただきましょうか、はい、初めてね応援をさせていただきます。ゆうりさんでポケットの中の街。お届けしましたのはゆうりさんでポケットの中の街でした。はい、大好き私、ね、今ね聞きながらみんなマイクオフにしてここで歌ってましたね。マスクの下で。そうそうなんですよ、だってすごくさ覚えやすくないですか、サビの部分とか、ね、キャッチーですよね。そうそう、だからね練習会だったり、いろんなところで割とレコーディングより早めにゆうりさんからこの曲を聴いてたので、結構口ずさんでましたよね。歌われてました。そうだってすぐ覚えちゃったんだもん。そう、そうなのよ。さあそのレコーディングの時になんですが、エヴァさんもゆりさんも何か心に残ったエピソードってありますか？じゃあエヴァちゃん、こんな話でいいかわからないですけど、レコーディングだから体力使うだろうと、暑い時期だったし、行く前にちょっとこれ肉を食べないとと思ったわけですよ。そうね。それで肉飯 .com っていうネットのなんかネット注文があって、で私これカツ丼を食べようと思って、カツ丼のしかもカツ増しみたいな、ご飯大盛りをその注文したらピンポンってきたら、ちょっと開けたらですね、中川大志張りのイケメンが立ってて、で私はその重たいカツ丼をありがとうございますって受け取って、もう後ろ向いて誰もいないのに来たよとか言いたいぐらい。一人で食べるのにイケメン .com だったよみたいな感じで、一人前を二つ頼めばよかったとか。二人とね思われるからね。ちょっとそれを後悔しながらレコーディング迎えました。美味しかったですけどね。美味しかった。じゃあそれでパワーはもうね、そうしっかりパワー入れて、それからもう一回頼んではいないの？え、頼みましたけど、その時は その中が大使じゃなかった。なかった。そんなんじゃないで届けてもらってありがたいのにね。違ったみたいな、ちょっとがっかりみたいな。がっかりっていうのも実際か。そうですそうです。レコーディングね、体力使いますもんね。短い時間ではありますけど、はい、本当に集中力というか、体力使いますよね。ゆりさんは何かレコーディングで思い出ありますか？いや、今の体力っていう話をするともうひたすら歌わせてください、歌わせてくださいってやっちゃったので、そうだったね、もう一回やらせてくださいってどうしつこくやっちゃって、全然それはもう大丈夫ですよ、まあ、そうだったけど全然そんなことはか、あんまり全然気にしてなかったですよね、全く、ね、あ、よかった。いや、逆にいっぱい聞けていいなみたいな。さらに刷り込まれるみたいなね。そうそうそう、あ、こうやって歌うんだって。そう、ねね、しかもさ、音程はすごいしっかりしてるじゃないですか、してるね、ね、
そうなのですよ。でもあれですよ、レッスンの時に音程良すぎるんだよって言って怒られるんですよ。そうなの。そうなんですよ、うん、羨ましい。全日本音痴連盟として羨ましいぞ。その言葉。そっか。ゆりさんってあれですか、絶対音感。絶対音感はないんです。そうですか。ちょっと相対音感でずっと音程取ってきてるんで、うん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 、なるほどね。音程が良すぎても困るわけですね。難しいな。怒られます。そのくせリズム感悪いって怒られます。あそうか。なるほどね。でもそれも上手だったらちょっとね、うん、ジェラシーだけど。出来すぎ子になっちゃう。そうよね。ね、みんなそれぞれにね、うん、でも次郎先生の、ね、レッスン、うん、本当に楽しいので、うんうん、皆さんこう続けてるわけですよね。そうですね、うん、そう毎回毎回いろいろ発見がありますから ね、うん、今はこのコロナ禍ですけど、はい、オンラインのレッスンもされてますからね。そうですね、うん、もし関東圏にいらっしゃらなくてもオンラインで遠方の方でもレッスン受けていただけますので、はい、ぜひ新宿ボーカルスクール、はいはい、検索してみていただきたいと思います、はい、お問い合わせくださいませ。おすすめです、はい、おすすめ、はい、では本日のギフトボックスのゲストは、はい、エヴァさんとユーリさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。引き続き17時台もお二人には会話に加わっていただこうと思います。よろしくお願いいたします。まだ続く、うん、続く。それでは16時台最後の曲をお届けしたいと思います。本日の夜からなんですが、はいはい、私たちのラジオにもゲスト出演していただきましたシンガーソングライターのつとむさんが、うん、今日の夜10時から10時15分までのラジオ日本の昨日の続きの続きにご出演されます、はい、今日からね火曜火水木金、来週の火水木金とご出演なんですけれども、ぜひ皆様お聞きいただきたいと思います。そのつとむさんの楽曲で For You。 ハニーオンベリーのウクレレドキッ。5時を回りました。引き続きハニーオンベリーのウクレレ時、ゆりとかなでお楽しみいただきたいと思います。狛江市のお天気をお知らせいたします。この後も曇り時々晴れ、雲が優勢ですよね、うん、今日はね。そうですね、うん、ただ気温がとても上がってますね。今日最高気温33度の見込みだったんですが、はい、来る時も結構蒸し暑いなっていう気がしました。そして今日の夜になりますとちょっと雨がパラつくかもしれないそうです。これからお出かけになる皆様は傘を持ってお出かけいただきたいと思います。以上狛江市のお天気でした、はい、続きまして運行情報です。小田急線京王線ともに平常通り運行しております。豊作プロジェクト株式会社様からのお知らせです。 ASP.AIDASP.AID はクラシック ASP の保守・管理・運用・設計・再構築・機能拡張・不具合修正などを行います。 IIS アクティブサーバーページスのプロフェッショナルがあなたのレガシーシステムを無期限にがっちりサポートいたします。例えばこのシステム配置外で担当者不在、誰もメンテナンスができない、システム開発会社に作ってもらったシステム、現在その会社がない。メンテナンスを誰に相談したらよいかわからないシステムがある。ドキュメントすらない。こんな経験はありませんか？そんな方は今すぐ ASP.AID で検索。クラウド化やスマホ対策、新しいデザインへのリニューアルにも対応可能です。古き資産を最大限に活用いたしましょう。豊作プロジェクト株式会社様からのお知らせでした。ウクレレバード通信。
このコーナーはクマラジサポーターにもなってくださっているウクレレバードさんにお電話をして皆様にウクレレをご紹介していただくコーナーです。ウクレレバードさんは丸の内線南阿佐ヶ谷駅から徒歩3分のウクレレの専門店で、リーズナブルなウクレレからビルダーさんが一つ一つ丁寧に作ったウクレレなどたくさんのウクレレが揃ったお店です。それでは今日も店長の小山さんをお呼びいたしましょう。小山さん。はい、こんにちは、ウクレレバードの小山です。こんにちは、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、今日ご紹介していただくウクレレがちょっと私すごい興味津々。そうなんですね。なんか不思議なものですよね。はい、まあ、今ちょっと最後に言っていただいたビルダーさんのウクレレなんですけども、はいはい、まあ、ウクレレやってる方だったら、まあ、ちょっと一度は聞いたことあるかなっていうのは、下ウクレレっていうね、はいはい、下高弘さんっていう人が作ってるウクレレなんですけど、はい、まあ、下さんはね、まあ、ウクレレビルダー、いわゆる、まあ、楽器ビルダーの中では本当に第一人者と言っていいと思うんですけど、はい、まあ、世代的にですね、もう、60ちょっと、超えてらっしゃって、もう若い時からやってるんで、本当に、なんていうかな、そういう個人のビルダーが楽器を作るっていう文化を、はい、まあ、日本に、まあ、最初に持ってきた世代の人っていう、もう一人2、3人いるんですけど、はいはい、そのくらいの本当に有名な人ですね。でね、昔ね、アリゾナに、はい、ロバート・ベンっていうね、やっぱり楽器、そういう楽器を作りを教える学校があったんですね。はい、で、その子にね、行って技術を覚えた日本で多分2人目ぐらいの人だったの思います。はい。で、帰ってきてからも、はい、森平楽器っていうね、モーリスギターとかね、はいはい、作ってるところで、ちょっと働いた後に独立されるんですけど、はい、まあね、下さんのね、楽器は、まあ、非常に独創的な、本当にアーティスティックなね、なんか本当に、一個一個が、なんか表情があるというか、はい、同じものあんま作らないような感じタイプの人なんですね。はいはい、でもちろん、形はいくつかパターンがあるんですけど、はい、もうその木の特徴だったり見た目だったり、趣くままに作ったりとか、なんかね、本当にね、まあ話してても面白いおじさんっていうか、なんかね、本当にもう見るからになんかアーティストって感じ。そうなんですね。話もなんかあっち行ったりこっち行ったりして、そう、面白い。で、ちなみになんです、はい、今年下さんってそういう面白い楽器をたくさん作ってきたんで、はい、写真集をね、今まで作ってきた楽器の写真集を出すっていうので、今年、クラウドファンディングをしまして、はいはいはい、で、見事、目標金額達してて、出版が決まったんですよ。まだ今、その出版社が刷ってるところなんですけど、はい、ですっごい綺麗な写真で、まあ、楽器何本って言ってたか、ものすごい数、なんですけどもね、それで、だからもう綺麗な写真なんで、なんか2万円ぐらい一冊するらしいんですけど、写真集ですよね。そうなんですよ、ね、美術品の写真集じゃないですか。そうなんですよ、ね、でね、うちもね、ちょっとそのクラウドファンディング参加して、はい、なんかその参加のその特典で、うちの名前入れてもらうっていうのに応募したんで、一応ウクレレバード協賛っていうのもちょっと入ります。そうなんですね。、まあ、ぜひ手に取って見てみたいですね。それまた出版されたらちょっとお知らせしますけど、よろしくお願いします。で、そこで今日のまたウクレレなんですけどね、まあ、下さんならではっていうことなんですけども、まあ、型番としてはそのスイッチ5っていう、はい、スイッチ5っていうコンサート型番なんですけど、はい、そのスイッチ5って何を意味するかっていうと、まあ、5が、まあ、語源ですね。語源、通常ウクレレ4弦なんですけど、はい、5弦、ね、で作られてるっていうこと、はいはい、でそのスイッチの意味は、4弦のところが、ハイ G とロー G が両方2本貼ってあって、うん、はい、もちろんそれを同時に鳴らすこともできるし、はい、1本をロー G で
弾くこともできるし、ハイ G で弾くこともできる、それを切り替えができるっていうね、そのスイッチングですね、そのスイッチングのスイッチですね、そのスイッチングなんです、それね、画期的なウクレレなんですね、はい、でこれうちの YouTube の方で詳しく説明してるので、ちょっとそのどうやってその弦を引っ掛けるかっていうのはちょっとそのラジオで説明しにくいんであれなんですけど、はいはい、まずはですね、今日そのハイロー G ハイ G で復元で弾いた時のサウンドを、はい、用意していただいたので、はいはい、番組に順番に、順番に、はい、まずご紹介していただきたいと思います、はい、まずはで、ロー G バージョンのサウンドを聞いてください、はいはい、がロー G のバージョンですね。そうですね。はい。はい、まあロー、ね、この番組でもね、いつかロー G とかハイ G とかね、本当は、詳しく説明したいなとは思ってたんですけど、はいはい、まあそれをついでにできたらと思うんですが、まあ四弦のところが、はい、まあ通常ソの音ですけども、はい、ウクレレは花子さんとか言いますよね。で、ハのところが、まあ、高い音になるんですけど、本来、だけど、ロー G だとそれが1オクターブ下、はい、ギターみたいに低い方から高い方に順番に上がっていくっていう。うんうんうん、で、まあ、当然それによって、音域が広くなりますので、はいはい、まあ、弾ける音数は増えると。うん、ですから、まあ、ソロスタイルとかね、ジャズの感じだとかっていうのはロー G を使う方は結構多いんですね。で、まあ一応有名な方で、まあ、ハーブ太田さんなんかも、はい、メインはロー G でマーチンのソプラノを弾かれてますけどもね。で教室によってはね、本当にロー G ばっかり教えてるような教室もあるみたいですよね。皆さんに伺ってると。うん、まあ買われた瞬間からもうロー G に変えてくださいっていうことももちろんお店でもよくあるので、まあそうですね、先生によってはもうロー G を専門に教える方もいるみたいですね。はい、はい、まあそしてでこのウクレレのすごいところはそれが切り替えできるっていうことなんですけども、はい、一本のウクレレで、はい、はい、じゃあ今度はそのハイ G のバージョンを聞いていただきたいと思います、はいはい、どうぞ。これがハイ G バージョン。そうですね、はいはい、耳に馴染みのある、そうですね、馴染みのある音色ですよね、馴染みのあるサウンド で、うん、でまあ、これね、このウクレレボディはもうハワイアンコアで、はい、まあ、一般的なコンサートサイズでネックがちょっと長いんですけどもね、うん、はい、でももう材料とかは本当にいかウクレレのオーソドックスなスタイルなので、うんうん、まあ、皆さんが想像されるウクレレサウンドが、はい、綺麗に出るっていうような感じですね。はい、はい。はい。で、このスイッチする、はい、仕組みなんですけど、まあ、簡単な原理で言うと、復元になって、どちらかの弦をその、フックが出てるんですけど、そこに引っ掛けることによって鳴らないようにして、はい、残った弦を鳴るようにするっていうような感じの仕組みなんですけども、ですので、その2つの弦、両方とも、そのフックに引っ掛けなければ、はい、2本とも音を鳴らすことができる。いわゆるだから 5弦を全部鳴らして弾くことも当然できるんですね。はい、これが復元バージョンということなんですけども、はいはい、
ですからその3種類のサウンドを楽し一本のウクレレで楽しむことができるんですが、ね、はい、その復元のサウンド最後に聞いていただきたいと思います、はいはい、どうぞ。あのちょっと広がりが出るサウンドというか、はい、まあ、あのドビキ先生がね、はい、本当になんかそれぞれの特徴がよく出るように、はい、弾いてくれて、しかも楽しそう、で分かりやすい、ね、感じになってますけども、はい、まあ、この復元も、ね、楽しいですよね。あのウクレレはまあ伝統的にあの8弦とか6弦とかそういう復元の楽器もありますので、ね、はいはいはい、そういうのがやっぱりコードストロークっぽく弾くとやっぱりすごくこう広がりが出て、うん、はい、まあ、あのいいんですよね。まあ、でもこの発想がすごいですよね。そう、発想がすごい、ね、でね、これね、実はね、ちょっともう歴史的には意外とね、前、歴史的にはっていうかあのシモさんの歴史の中では結構前からやってて、はい、もうね10年ちょっと前にね、あの、山口岩尾さんっていう、はい、まあ、あの岩尾さんがね、僕弾いてるのはこれ見てるんですよ。はい、うん、で、今回ね、ちょっとあの、下さん去年かな、はい、あの、いろいろ何本かオーダーしに行って、それでいろいろ話してる中で、しばらくそういえばこれやってなかったなっていうのが、二人で話してる時にあって、はいはい、じゃあやりましょうということで、市場的にもね、だから本当に久しぶりですよ、あの出るのが。なので、で、ちょっと数日前なんですね、ネットにアップしたのも。はい、ですから、それで、やっぱり、ね、さっきもね、これを見当てにちょっと見に来られた方もいましたので、ぜひね、これはね、ちょっとね、僕が本当目の前で、その、はい、パッとワンタッチで切り替えられるので、はい、それもお見せして、で実際に3つのサウンドをあのご自分で弾いていただけるとね、すごく楽しいと思うんで。いや、発明ですね、これね。発明です。すごい。発明です。ぜひじゃあお店にご興味のある方は、うん、ね、そうですね。はい、足を運んでいらしてください。はい。はい、じゃあ正確な型番もう一度、はい、申し上げておきます。お願いします。シモウクレレの SW5 コンサートロングネックコアです。そして価格が一応税別で30万プラス、消費税という形になります。はい。わかりました。じゃあ今日、はい、ご興味のある方はぜひウクレレバードさんへお願いします。小山さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。また来週、はい、よろしくお願いします。はい、このコーナーでは南阿佐ヶ谷駅から徒歩3分、杉並区役所のすぐそばのウクレレ専門店ウクレレバードさんの店長の小山さんにお話を伺いました。また来週もお願いいたします。はい、このウクレレバード通信もね、はい、もうだいぶ長くなっておりますが、はい、質問をね、皆様からも受け付けてますもんね。そうですね、はい、あのクリアファイルはまだまだありますか？一セットありますよ。そうなんですね、はい、はい、では皆様ね、ぜひ質問どんどん。この間でもあの小山さんが亡くなったらまた言ってねっておっしゃってましたよね。取りに行っちゃおうかな。取りに行っちゃおうかしら。皆様ぜひね、ちょっとこんなの今更聞けないなっていうようなね、はいはい、質問がありましたら、うんうん、こちらのウクレレバード通信の方に、ね、質問をお寄せいただきたいと思います。はい、で最近あのウクレレ始める方本当に多いですからね、うん、あのちょっと聞けないこんなことみたいなね、うん、あのどうぞどうぞ初心者の皆様も、ね、ぜひぜひ、ね、ご遠慮なく、はい、お問い合わせくださいませ。聞いていただきたいと思います。はい、はい、いや本当今日のね、はい、紹介されたウクレレ、うん、教えてもらってまず動画見た時に、はいはい、これ面白いって思った、ね、なんじゃこりゃですよね。そう、あれフックにかければいいの なぜ5個あるのみたいな。そう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 、かける、
あそうかみたいなね、さすがですよね、と思いました。ね、スイッチ5ですよ、スイッチ5ですよ、はい、触りに行きたい ね30何万って言ってたよ。そうですね、はい、はい。それではここからはですね、はい、前半ギフトボックスにもゲストとして参加していただきましたが、はい、エヴァさんとユリさんにも加わっていただいて、はい、カモンレコーズ企画のことなどお話ししていきたいと思いますよ。そうですね、まだまだちょっとね、はい、お話足りない感じですよね。そうなんです、どうぞどうぞ、はい、どうぞどうぞ、はい、はい。さっきもね、ちょうどあのゆりさんの曲をかけさせていただいて、はい、なんかゆりさんのこの曲のね、うん、エピソードをもうちょっとなんか聞けばよかったっていう話になって、そうですよね、だってやっぱね、歌詞を聞いてると、うん、その情景がすごくこう思い浮かんだりするじゃないですか。いやこれはなんかモデルの街とかあるのかな、ね、みたいなね、うん、言ってたんですよね。その辺をね、ゆりさんに教えていただきたいと思います。はい、うん、あるんでしょうかモデルの街は。まあ、駅名はさすがにあれですけども、はい、あの小学校、あ、違う、そもそも幼稚園小学校、はい、中学高校と全部あの同じ駅のところで、はい、というか全部それ5分くらいの圏内に全部あるんですけども、はい、っていう街だったので、で、うん、まあ、初恋の人の家がちょうど線路沿いにあって、うん、あの実は今年の4月から職場変わっちゃったんですけども、はいはいはい、昨年度まであの3年間、はい、あの勤めてた勤務先がちょうどその路線使うんですよ、はいはい、へー、もう通勤中初恋の人の家が見えるみたいなね、ドキドキ、線路沿いの曲がり角の先、うん、なるほど、飛び込んでくるあの家、なるほど、ね、すごい私初恋の人の家の近くお墓だったからそれ歌にならない、難しいですね、そっか、じゃあ毎朝キュンキュンとしながら言ってたんです、してました、いやなるほどね、いいですね、うん、いやそういう題材いいよね、うん、なんかね、いいね、生まれ育った、ね、町の景色をちゃんと入れて、うん、そう新象風景ってやつですね、そうだね、ただ言うて今住んでるところもその隣町なんですけどそうなの、あ、そうか、結構狭い範囲なんです、狭い、で、あとはあの大学から一度京都に出たことがあって、はい、はい、で帰ってきて、はい、その頃の人たちいなくなっててっていう歌につながっていくんですけども、なんかね、いいね、でもゆりさんのこの曲もね、あの、まあ、たくさん聴いてるってこともあるんだけど、はい、すごくね情景が描けるんですよ、はい、こうイメージができるっていうのかな、うん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 、やっぱりそれはちゃんとリアルにそういった景色があって基づいて生まれてるっていうのも関係してるのかな、うんうん、だから本当にリアリティがすごくちゃんと描けてるというか、うん、ね、そうよね、そういう、そういうことなんだなって思いますよね、うん、そういうことだよね、やっぱり、うんうんうん、もちろんさ、あの 空想っていうかね、うん、あの書いてももちろんいいと思うけれども、うん、でも実際にそれが見て、うん、自分の脳裏にあって、さっきのエヴァちゃんのね景色もそうだけれども、うん、だって匂いだってあったわけじゃない、きっとそこにはさ、五感で ね、うん、ね、だからそういうのが伝わる、うん、あの表現力っていうのがすごくお二人ともあって、うん、ね、ね、やっぱりそれをね、うん、レッスンで聞いてた二郎先生は二人の曲は世に出さなきゃって思うのが分かりますよ、さっきのメッセージ、そういうことだよね、そういうことだと思います、うん、はい、今ねこの BGM でかかっているのも、はい、あのブルハッティさんの星の人のアルバムのインストをかけさせていただいてるんですが、はい、このブルハッティのお二人もやっぱり二郎先生にあのオンラインでレッスンを受けて、うん、はい、そしてオンラインで相談をしてアルバムを作り上げたお二人なんです、ね、6月の22日にリリースされました、はい、福岡にお住まいの、ね、うん、ご夫婦のユニットなんですけれども、ご夫婦ユニットなの、一度も二郎先生に会ったことないんですよ、リアルで、そうなんですか、そう、うん、私なんかもう知り合いみたいに私が出たでしょ、うん、そうですよ、オンライン上だけなの、だけなの、リアルで会ってないんですよ、二郎先生に、ね、あのブルハッティさんの温かさもありますよね、うん、そうなの、そうなんですよ、あのいつもね動画を、演奏の動画をアップされてるんだけど、うん、本当にその絵から温かさ伝わってくるよね、景色がね、お二人のそう景色も素敵だし、
本当に素敵な動画をいつもアップしてくださってるんだけど、ね、こちらのねブルハッティの星の人、こちらはアマゾンでもご購入いただけますし、はい、あとブルハッティさんのバーカミセというね、はいはい、こちらのオンラインショップでも購入いただけます、うん、そしてあの各種配信サイトからも配信されていますので、うん、ぜひ皆様お聞きいただけたら嬉しいです。はい、カモレコーズのレベルメイトですからね、はい、そうなんですよ、はい、持ってます持ってます、飾ってますあのイラストもすごい、ジャケットの、ね、イラストもすごい素敵、素敵なね、私たちの T シャツも持ってるからね、 T シャツも持ってるそ, うそうなんですよ、はい、ゆうりさんの曲も本当にね景色が見える曲ということでね、はい、今回今日はですね、はい、お二人にはゲストで来ていただいておりますが、はい、まだリリース前ではありますけれども、はい、全曲、はい、ダイジェスト版をかけてみようかなと思うんです。つい数日前に、はいはい、まあ、予告編ということでね、カモレコーズの YouTube チャンネルに、ダイジェスト版、はい、トレーラーの、ね、はい、動画をアップさせていただいております。はい、はい、そちらの、ね、音源をラジオで今日はかけさせていただきたいと思います。はい、まずねカバーズの方からかけたいと思いますが、はいはい、ということはトップバッターはあの人ですね、はい、そうです。では曲目とね、はい、あとアーティスト名ご紹介させていただきましょう。1番ハリケーンアメちゃんですね。2番ベストフレンドあやかさん。3番 I love you たまちゃん。4番ムーンチェルシーさん。5番タイムマシンにお願い、こちらはルディナミさん。6番朝顔マナゼットさん。7番カイマナヒラユウコさん。8番時には昔の話をジーナ・ロビンソンさん。9番プライドしずくさん。10番デレハッピーデーゆかぽんさん。そして11番は花は咲くデイジー・ドブユキさんという豪華メンバーの一曲、はい、あのアルバムになっております。こちらはね今回は2枚組の CD ですね、はい、発売しますのはカバーズ&カラーズ2021ということで、うん、2枚の CD が入っているものになっているんですけれども、はい、あのカバーもね昨年はウクレレカバーズっていうことだったんで、はいはい、まあ、ウクレレメインでアレンジもしてましたので、はい、やっぱりウクレレ色が強かったんですけど、はい、今年はウクレレとは銘打っていないので、はい、アレンジもウクレレ以外の楽器がたくさん登場してるんですよね。そうですね。でなのでオケがとても豪華ですね、はい、そうなんです、うん、はい、うん、それではお聞きいただきたいと思います、はい。ではカバーズ&カラーズ2021の中からカバーズのダイジェスト版です。お聞きください。お届けいたしましたカバーズのダイジェスト版でした。 いいじゃないですか、ね、素敵、楽しみ、楽しみ ね、はい、ね、さあ、はい、あコーラスで参加したのは、はい、あやかちゃんの、あやかちゃんのベストフレンド、うん、なるほど、はい、ちょっとだけコーラスで参加させていただいて途中でなんか勝手にあのウーアーを入れたらんって言われてダメですかって、ともさんいいけどさみたいな感じだった。 やりたがり、本当本当本当、それが結構採用されたんですか。コーラスも実は入れるっていうのも当日まで何も言われてなくて、いきなり振られるのよあそこにいるとね。そうなんですよ、そう2人さみたいなね、そうちょっと行ってきてみたいな感じで、そうじゃあ行ってきますって、そうですで突然やるという、ね、そうなんですよね、はい。でも去年も実はあやかちゃんの楽曲でコーラスを頼まれてたんですけど、うんうん、去年はあやかちゃんの歌声はもうそれだけがいいっていうことでコーラスは入れないことに決めてたんです。だから今回なんか一緒にちょっと入れさせていただけてすごい嬉しいなと思っています。そうなんです、はい、さあそれでは、はいはい、で道路交通情報参りましょうか。はい、間に行きますね。はい道路交通情報、狛江周辺の道路交通情報をお伝えいたします。こちらは17時25分現在となります。狛江通り内回りは順調に流れています。狛江通りの外回りは国領町8丁目付近で 0.6 キロの渋滞です。
武蔵野狛江線上り下り東行き西行きともに順調に流れています。世田谷通りは上り世田谷2丁目付近で 0.3 キロの渋滞、上用賀6丁目付近で 0.9 キロの渋滞、世田谷通りの下りは二の橋付近で 0.2 キロの渋滞、若林付近で 0.1 キロの渋滞となっております。こちらの情報はアティスの提供でお送りいたしました。引き続き安全運転でよろしくお願いいたします。狛江周辺の道路交通情報でした。さあ引き続きカモネコーズ企画のお話をしていきたいと思います。はい、後半もですね、はい、エヴァさんとユーリさんにはお話に加わっていただいております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。なんか久しぶりにこう4人でずっと2時間って、ね、すごい久しぶり、なんかこういい感じの安心感がある。そうですね。ではここでね、まだここからでもメッセージを送りたい方がいるかもしれないので、はい、メッセージの送り方ご案内しておきましょう。はい、お願いします。メールで送りいただく場合にはtuesday@komae.fm tuesday@komae.fm、 メールタイトルにはウクレレドキッと書いてください。本文にはラジオネームをお忘れなくお書きください、ね、この番組聞きながらね、はい、ちょっとエヴァちゃんゆりさんにまたメッセージ送りたくなったらどんどんお送りいただきたいと思います。はい、お待ちしております。お待ちしております。さてさて、はい、もう CD が出来上がりまして、はい、もうカモンレコーズには事務所に届きましたね。届いております。はい、ね、いやなんかもうちょっと来週ぐらいかなと思ってたけれども、うんうん、早かったね。あ、早かったですね、うんうん、とっても順調に出来上がったんではないかと思います。よかったです。はい、あっという間でした ね、 ねレコーディング私は5月だったけど、はい、2人とも5月でしたよね。一番最後だった、ね、うん、そうだね、だ結構早いお二人レコーディングはね。もうお二人の場合は早くレコーディングしても大丈夫っていう、はい、組だったので、はい、もう早く早くっていうスケジュールになってましたね。そうなんですよ。そうですか。そうなんですよ。そうですよ。実はあのレコーディングの順番にはそんな秘めた秘密がございます。秘めてない。秘めてないか。今聞いてよかったです。それあの来る前に言われてたらもう、本当？どうしちゃってた。そっかそっか。よかった。じゃあそれは送る内緒にしてて。あなたたち大丈夫よねって言われてやったら。ね、いや私たち何の心配もしていないお二人だったので、そうですよ、うん、曲名大丈夫なのに大丈夫じゃなかった。大丈夫でしたよ。その辺はね、次郎先生から全部リサーチをして、うん、そうなんですよ、いて、あの、誰誰もう準備万端みたいな感じでね、順番を決めていたので、そうなんですよ。そうなんですよね。レコーディングの時に、はいはいはい、さっきはね、ばちゃんにそのちょっと、うん。イケメンの活動の話になっちゃったんですけどイケメンの活動の話みたいな、イケメンの活動違う話になってきた。違う話になっちゃったので、うん、そうではなくなんかレコーディングのことで、はい、なんか思い出とかありますか。思い出、うんうん、レッスンとかどんな感じだったんですか。もう曲は出来上がっていて、まあ、曲は温めていたんです。それで私はその2019年にさっきのようなピアノ弾き語りのようなバージョン出して、うんはい、コロナ禍が迫ってきた時に、はいはい、ちょっともう明るい感じでアップテンポでやってみようっていうので、はいはい、あのこう、編曲できる人にちょっと音源作ってもらって、はいはいはい、アップテンポも歌ってみて、はい、いやどっちでいこうかなって、うん、でその自分のルーツを振り返るとやっぱりピアノ弾き語りだから、はい、そっちで行ってみようっていうのもなかなかレコーディングの歌もですけどピアノはもう緊張、ご自分で弾いてらっしゃるんですもんね。そう自分で弾いてるから、うん、でこうあれなんていうかテンポ、うん、カッカッカッとか、はい、あれに合わせると弾けなくって、に合わせるとね、で、うん、なんか次郎さんが私いやもうレイちゃん自分が思うように弾いてごらんって言ってくれたら、うんうんうん、その方が伸び伸び弾けるっておっしゃってましたね、うん、次郎先生ね。いやピアノは本当指からも自分の、うんうんね、なんかこう細かい感じ、ね、ドキドキが出ちゃうし、そうですよね、それがレコーディングとなると ね、 ねなんか侍が刀一本でなんかわーってこうね、うん、なんだその想像って感じですけど、うん、丸腰に刀みたいな感じ、うん、そうだ ね、 ね、まあ、でもね先に、うん、いやでもピアノは緊張するね
ね、緊張すると思う。いやすごいな、うん、ただその二郎さんがクリックなしで行こうよって決めた後にね、うん、それでもやっぱりこのクリックなしで弾いたものに歌を乗せるのがとっても難しいと思うからって言って、難しい位置だけは二郎さんがちゃんとこうクリック入れてくれてましたよね、こっそりね。そういうね、ね、そういう真心、そう本当に真心、ゆりさんがあの親心、うん、そう音源作りの真心なんですけど、すごいなって思うんです私、うんうん、やっぱりレコーディングをもう数限りなく経験してきた二郎さんだからこそ、うん、なんかこういかにその歌うみんなが歌いやすくできるようにそうなんですよね、まあ、その話をすごくよくしてすごくね、うん、レコーディングには苦労したんだよって言うから、うんうん、そうなんだよね、だからそこをみんなにさせたくなくって自由に、うんうん、あのね緊張せずにその日やってほしいからっていうのをすごく考えていらっしゃるので、うんうん、そうなんです、うん、だから私たちカモンレコーズのこのレコーディング企画って今はあのどなたでも自分でレコーディングすることはもちろんできるんだけれども、ボイトレをしてるあの川上二郎さんがディレクションをしてくださるっていうのが何といっても一番の売りなので、はい、うんね、その安心感たらないですからね、うんうん、そうなんです、うん、で、ね、普段レッスンの、その、まあ、リラックスしている状況でいいものを引き出してもらって、うんうん、まあ、多少そのレコーディング当日は緊張もありますけれども、そこを思い出させてくれる、うんうん、ほらあの時あれこうやってできたじゃないっていうようなね、うん、言葉だったり、うん、もうできてるの分かってるから、うん、そこをうまく引き出してもらえさえすれば、うんうん、ね、その一番いいテイクを、ね、そうなんだよね、いかにこう出すか、だからエヴァちゃんがレコーディングしてる時にも、うんうん、やっぱりそれがすごくコミュニケーションが取れてるから、うん、やってる間でさっきの実は皆さん聞こえたかどうかエヴァちゃんがあの大丈夫っていうね、うんうん、一言入れるのもその日に決めたんだもんね、うんうん、入れようってね、そういうのができるんじゃないですか、ね、そういうのね、うんうんうん、いざこうなんかさっき私自分らしくどうたらこうたら言いましたけど、うん、いざレコーディングってなると、うん、あ私がこんなできるのかなとかなっちゃうけれども、うんうんうん、やっぱりジェロ先生がもう任せろって言ってくれた、うん、それがすごく大きい、うん、なんかもうねこう、うん、大丈夫の船に乗っかるみたいな、そうそうそう、大丈夫の船に、確かにそう、大丈夫だからって言ってくれるんですよ、うん、本当に、うん、ね、その一言が本当にどんなに安心感と、本当ですね、だからね本当に今まで CD 作ったことがないっていう参加者の皆さんも、うん、はい、ちゃんと CD になって配信されてっていうところまで作り上げることができるわけですよ ね、そうなんですよ、やっぱ自分がそれを経験したから、うん、カバーの人も、うん、はい、カラーズのカバーズの人も、うん、カラーズの人も、うん、はい、なんか思いが分かるというか、うん、自分ね身をもって、うん、そうだよね、そうなの、そうなの、だからねぜひね、うん、あのやってみたいなっていう人は、うん、そう、もうカモネコーズも手を挙げていただいて、本当です、ね、私たちのこのラジオ宛てにね、はい、毎週聞いててなんだろうなんかレコーディングレコーディングってよく聞くけどっていう方は、ね、はい、もしご興味があれば、はい、お気軽にこちらの方にメッセージを、ね、はい、お送りいただければね、つまり次回はもちろんありますよ。ありますよ。今度の、ね、9月の5日の時にちょっと詳しく、ね、お話しさせていただこうとご準備はしてますけれども、ね、同じようにオリジナル部門とカバー部門と、はい、同じようにやりましょうという、やりましょうという話が出ております、はい、出ておりますので、はい、だからカバーでご参加された方は今度はオリジナルとかね、うん、そうなんです、もうねそれ決めてる方もいらっしゃるので、うん、すごい、すごい、私逆にカバーズかな、こりゃもうあの人の確認、やってじゃあ、あのアーティスト写真のメイクしてくれたナミさんが、はい、キーちゃんのこの、あ、この最近今日アルバム出たんですけど、このメイクエヴァさんにしたいって言ってくださって、いや私もしてしてって、うん、じゃあのより近いメイクをしてもらって、ハコさんにまた写真撮ってもらって、それでカバー行きましょうか。いいそれ。どうしよう、エヴァのズンとこ節とかになっちゃったらどうしよう。それはそれでいいと思う。盛り上げますよ私たち。夢が広がりますね。だいぶ盛り上がっちゃうねそれね。盛り上がっちゃうね。ね、うん、いいな。それでは、はい、今度はカラーズの方のダイジェスト版をお聞きいただきたいと思います、はい、曲名ご紹介しますね、お願いします。1番目がチョビさんでシューティングスター、2番目がシホさんで斜めくらいがちょうどいい、3番目が佐藤優希さんで僕でよければ、4曲目がシューコさんでブルームーン、5曲目がロイさんで
僕らの歌、6曲目がエヴァさんで大丈夫、7曲目がヒロさんで僕らの夢、8曲目が UBB ウッチングブラザーズバンドでアロハオエクーイポ、9曲目が進次郎さんでゲスト参加ですね、おかえり、10曲目が吉澤美幸さんで人は星から生まれたから、11曲目ゆうりさんでポケットの中の街、12曲目ひろめさんでフェイスアイロニー。それではカラーズのダイジェスト版お聞きいただきたいと思います。お聞きいただきました、カラーズ版のダイジェストでした。もう同時で聞くと本当に両方ともすごくいいよ ね、 ね、うん、本当にこれさ、この企画って本当に大人が真面目に遊んじゃってるから、はい、そうなんいろんなものが生まれるんだけれど、うん、すごいねクロティがさ、うん、ね、ね、ね、あの私たちね、このカモンレコーズ企画の、ま、初めの一歩というのは、うんうん、先ほどお名前も出てました進次郎さんがプロデュースしてくださって、本当にウクレレ一本で弾き語りの CD を作ってくださったんですね、うんうん、あのオムニバスで、はい、それに私もかなちゃんも参加しているんですけど、はい、まあ、そこがスタートで、そして昨年はウクレレカバーズ2020ということで、うん、あのしっかりアレンジをしてそこに歌を乗せるという形でカバー曲でアルバムを作ったんですね、はい、そうですね。で今年は満を持してカバーとオリジナルとっていう両方いけたわけですよね、はい、なんか本当に徐々に徐々にこうステップアップというか、そうなんですよ、うん、大きな企画に育ってきてるなという気がします。次どうなっちゃうんでしょう ね、 ね、どうなっちゃうんでしょうね。だからなんかね、初めの一歩から私たちは本当に携わっているので、うん、そうなんですね、もう毎年というか、もう回を重ねるごとに、うん、もうなんかもう楽しく なっていくばかりなので、はい、本当に面白いですよね、うん、そうなんですよ、うん、まあ、ご参加いただく方々も入れ替わり立ち替わりではあるものの、素晴らしい人たちが皆さんね、お申し込みされていきますので、うん、本当にありがたいですね、いろいろ勉強させていただいてます、はい、私たちは今回はあのレコーディングには加わらなかったんですが、はい、まあ、裏方でずっと皆様の、ね、はい、曲を聴かせていただいたり、アレンジの過程をちょっと聴かせていただいたり、はい、勉強させていただいております。勉強させていただいてます。なかなかね、やっぱり、うん、あの自分たちの自分たちもやりながらスタッフ仕事もするとなると、うん、結構今回だったらちょっと大変だったかなっていうのがあったので、そうなんですよ、実は ね、 ね、 なかなかね、スタッフしててよかったね、そうなんです、うん、そう思います、ね、だから自分が表現したいって思いがあっても、うん、そういうふうにこう考えられるっていうのが素敵ですよね、うん、そういう、 こういろんなこう、ね、流れを見てできるってすごい私なんかはそれ羨ましいなってなっちゃうタイプだから本当そうかそうか、 そうかそうか、ずるいみたいな、仕事してる時も学校で仕事してる時もずるいな生徒たちと思いながら先生そうなんだねそうなんだ、まあ、でも私たちはあの いっぱい出し切った後だったからね、そうそうそう、自分たちのアルバムですよ私たちね、3月30日にミニアルバム、ね、ハニオンベリーをリリースした後だったので、ね、あの皆様の裏方でお手伝いをさせていただきました、はい、みんな頑張ってっていう、そうそうそう私たちもできたからみたいなね、ありましたからね、はい、さあそれではですね、ここでリスナー様向けのプレゼントのご紹介させていただきます、はい、はい、たくさんありましたね、はいはい、まず一つ目が7月6日にご出演いただきましたバンノさんから頂戴したプレゼントです、はい、ネイルクイックで使用できる何度でもご利用いただけるパスポート、はい、こちらはですね残り2名様となっております。皆様ぜひ、ね、ご応募お待ちしております、はい、そして7月20日にご出演いただきました富永さんからいただきましたカシューナッツ4名様にプレゼント、はい、こちらは来週ぐらいにはもう抽選という形でしょうかね、はい、もう送りたいです早く、そうですよね、はい、はい、あの抽選させていただきます、はい、そして最後に先ほどもあのカラーズにもご参加いただいておりましたが吉澤美幸さん、はい、吉澤美幸さん7月20日に朝日新聞出版より夢が叶う大人の絵日記術という本をリリースされました、はい、その本を朝日新聞出版様から2冊サイン入りでプレゼントにご提供いただきましたので、はい、こちらもサイン本希望ということでこちらにあの応募していただきたいと思います。くもりポーズの秋田代表もこれ書いてるそうですよね、はい、そうなんですよ、ね、この本を買ってから毎日ね
絵日記書いてる。秋田さん、もともと絵絶対お上手だと思うんですよ。ね、ですよね、うん。だからすごくね、その一枚の、はい、あの絵の中にしっかりとこう入ってますよね、はい、秋田さんのね。上手なんだよな。上手です。多彩です ね皆さんね。あ、そのみゆきさんと、はい、私は今あのラジオをやらせていただいてるんですが、うんうん、え、次は9月1日の放送になるんですけれども、はいはい、8月4日放送のねアーカイブを、はい、みゆきさんホワイトボードアニメーションにしてくださってて、見ましたよ、見ました、はい、すごいですよ ねあれね、放送 の感じをこう全部書いちゃってるんですよ、ね、YouTube に全部ね書いてくださってて、ね、さすがです ねそして実はねエガちゃんこっそりね絵描き歌とか応募してくれてるんですよ。そうそうそう、ね、まあ、エヴァじゃない名前です。はい、そうなんです、ありがとうございます。すごい楽しいよね絵描き歌、うん、答え合わせしてくれてね。そうなんですよ、はい、もう毎月ね一曲こう生み出すっていう、あれは曲と言えるかどうかわからないけど生み出すという形になっております。はい、いろいろ面白いですよね。さあ来週なんですが、はい、来週はねゲストさんがたくさん来てくださるんです。そうなんですよ、はい、まずこのカモンレコーズ企画の方の、はい、参加アーティストさんで、吉澤美幸さん、今もお話ししておりましたが吉澤美幸さん、はい、そしてしずくさんにお越しいただきます、はいはい、あとゆうこさんにもお越しいただきます、はい、それから私たち、定期的にねご紹介しておりますマヤ歴アドバイザーの渡辺恵子さんにもゲストでお越しいただきたいと思っております、はい、なんか盛り盛りですね、本当に、うん、来週もね盛りですね、本当に、うん、さあ今日ねあっという間の2時間でしたが、はい、エヴァさんゆりさんいかがでしたでしょうか。いや楽しかった本当ですか、よかった、よかったです。なんか伝えたいことが伝えられた気がして本当ですか、すっきりしてます。よかったよかった、ね、たっぷり時間があったのでお二人にはね一緒にお話し加わっていただいて、でもあれは語らないとあれ、そうですね、よかったです。私が何を言っちゃったかってあとちゃんと確認しないと、あとでアーカイブ残りますんでね、あの復習していただけたらと思いますあと今日ね16時台最後にも流しましたが、つとむさんのラジオ今晩10時からですね、ラジオ日本で、はいはい、昨日の続きの続きにご出演されます、はい、あとね今日の夜なんですが、うん、9時から、音声 SNS のクラブハウスの方でつとむさんと、作詞家の有森さとみさんのトークルームが開かれます、はい、私もちょっとお手伝いでそちらの方も行く予定にしております、うんうん、はいはいはい、でもつとむさんさ、ここにゲストにいらしていただいた時に、はい、あのたまたま持ってた開運納豆からすごいことになってますよね。そうなんですよ、開運されてますよね、本当に開運になってますよ ね、うん、シンデレラボーイこれからどうなっていくのでしょうか。ですよ、てかその前に結構ウクレレ時にご参加されたアーティストさんが羽ばたいていくパターンがすごく多くないですか、そうです、ね、見てると私たちきっと素敵な方をいいタイミングでお呼びしてるのかもしれないそうかもしれないですよね、もともとね、もうどんどん、はい、行くタイミングで来ていただけてるのかもしれないですね、本当に、うん、ね、来週はね、うんうん、あのチュンチュンさん、はいはい、チュンチュンさんも新しい曲をリリースされるということで、はい、その曲も来週ご紹介させていただこうかなと思っております。はい、はいはい、じゃあ本当あっという間の時間でございました、はい、この放送は豊作プロジェクトの公演でハニーオンベリーのゆりとかなとエヴァとユーリがお届けいたしました。ハニーオンベリーのウクレレ時は毎週火曜日16時から17時55分までの生放送です。番組へのメッセージリクエストお待ちしております。それでは来週もウクレレ時でドキドキさせちゃいます。ありがとうございました。ありがとうございました。踊ろうよメリーゴーラウンド乗り場で待ってるから今日はハッピーデイ、ララビューボディ、うつむいた日々にさよならさ連れてって虹の果てに、買い物かごいっぱいの愛をありまとれるクラウン